ございます。おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂所です。マテリアルのあゆみです。カモンのひらです。よろしくお願いします。お願いします。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということで今日はですね、オリオンビールをみんなで飲みましょうというキャンペーン中でございますけども、キャンペーンですよ、はい、キャンペーンですよ。7月入りましたからね。そうでしょ、もうね、もう7月入りましたからね。もう、はい、ということで今日は7月2日で、ございます。今日は何の日、どんな日でございますか。1年の折り返しの日、真ん中の日となってます。なるほど、はい、1年のちょうど真ん中の日です、はいはい、平年ではこの日が1年の183日目にあたり、残り182日ございます。はい、1月1日からね、数えて183日、はいはい、いや半分来たのね、はい、もう超えたってことでしょ、ね、超えたってことでしょ。ちょうど正午、はい、まもなくですね、はいはいはい、ちょうど真ん中、はい、ちょうど真ん中です。いや超えたんすかって感じだけどね。はい、はいはい、まああと半分みんな頑張りましょう。頑張りましょう、はいはい、そしてユネスコ加盟記念日です。はいはいはい、1951年昭和26年の7月2日に日本が国連教育科学文化機関、ユネスコに加盟した日となっております。はいはいはい。はい、まあユネスコといえばね、はい、いわゆるその世界遺産とかね、はいはいはい、そういうのを認定している機関だったりとかもしますんで、うん、はい、はい。まあ日本も、日本結構実は世界遺産たくさんあるんですよね。はい、はい、いろいろありますよね。厳島神社とかもそうですし、はい、一番最初に、世界文化遺産に日本で登録されたのは法隆寺。そうなんですよ。その法隆寺で私撮影させていただきましたってね。ね、一応ダメなんですよ。普通に勝手に飛んのはあかんというね。ダメなんですけど、ちゃんと許可取って、はい、ワープロジェクト大使のね、はい、撮影で入らせていただいて、はい、撮影させていただきましたけど。すごいですね。はい、でそのワープロジェクト大使はなんと、世界記憶遺産として17条憲法をね、登録しようという運動を実はやっておりますので、はい、まあユネスコにも、そのうちなんか俺撮影に行くんかな、よう分かんないけど、パリまで行く。登録されるのにね、うん、本当にこうなんかね、そうなんです、登録されるかされへんかみたいなこと、たまにこうニュースを見るじゃないですか。いろいろね、大変です。だから富士山の時もね、大変で、自然遺産ではあかんからみたいな、はい、ね、文化遺産で結局ね、なったんですけど、ね、そうですね、はいはい、どこ行きたいですか、世界で、日本じゃなくて世界でどこ行きたいですか。あ、世界でね、そうっすね、まあ俺実はこう見えて日本から一歩も外出たことない人めっちゃよう知ってて、なんか行ってきたかのように語ることはできるんですけど、実はパスポートとか持ってないからね。行ったことないから、行きたいな、行きたいですよね、いろんなとこね、はいはい、まあでもそうやな、まあ、アジア面白いねんけど、うんうんうん、でも行きたいのはね、ヨーロッパかな。あ、ヨーロッパいいですね。ヨーロッパかな、ヨーロッパの古城とかみたいですよね。あ、うん、だから世界遺産とかなってそうな、はい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 、ところとか行きたいのは行きたいですけどね。城ね、いいですね、はい、ね、よくパズルとかになってなってますね。あんたパズル好きやね。あんたパズル好きやね。パズルやってるんですか。やってないです。やってへんのか。やってないけど、パズルとかね、よくこうね、なってるなって、世界遺産の、ね、ああ、なるほどね、なるほどね、確かに、ね、こんなちっちゃいやつをね、同じだって色だったりしますもんね。自然とかね、ありますよね。マチュピチュ行きたい。マチュピチュいいっすよね。マチュピチュいいっすよね。はい、なんか山の上ですよね。はい、そうですね。山の上行ってみたいっすわ。じゃあマチュピチュ行く前に日本のマチュピチュ行ってみる。はい、うん、日本のマチュピチュはどこですか。天空の城。天空の城。ラピュタ。なんでやねん。ちゃうやん。武田城跡や。ああ。あんた家の近くやんか。あ、そっか。実家の近くやん。実家の近くか。行くまでの間のところやん。はい、はい、雲の上。そうそうそう。あ、そっかそっかそっか。あれでもね、あれでもね、あれなんですよ。実はその雲海の中のっていうのを見たいときは、はい、その武田城跡に行ってもうたら、うん、武田城跡が見れないんで。
雲海しか見れへんから。あそっか、そうそう、だからちょっと隣の山の頂上から撮らないと見れないです。現地に行ってしまう。そうそう、現地行ってもらうと雲海しか撮らない。そこにいるけど、そう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 、その展望できるところに行かんとダメ、はい、そう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 、うん、という話はあるんですけど、はいはいはい、という日となっております。はい、ありがとうございました。はい、はい、ということで、はい、まあこのプレゼンありかなしか、はい、ということなんですけれども、まあ、先週に引き続きまして、はい、ドキュメンタリー映画の、私だけ聞こえるという、ね、映画の、松井至監督のインタビュー後編ということですね、はい、まあ、あの前編では、まあ、いわゆるそのコーダって何っていうところからね説明していただきつつ、で今回のこの映画の撮影の流れについてちょっとね説明していただいたんですけど、なんとですね、そのいわゆる被写体というか、その、追いかけるべき主人公になる女の子から、そのせっかくねいい取材はできたと、いい素材は撮れていい内容だったから、ぜひこれをなんとかちゃんとしたいと思って、3分ぐらいの短いやつにまとめて、見せたんだけれども、ご本人から私をこんなかわいそうな人扱いしないでくれと言われてしまって、であなたがストーリーテリングしてるじゃないかと、で私の物語は私のものなんだから勝手にストーリーテリングしないでくれって言われてしまって、傷ついた松井監督がなんと1年間動けなかったという、ってじゃあ映画どうなのっていうところで前回終わったんですが、はい、その後編では、どのように、まあ、映画制作がね進んでいって、なったのかというのと、まあ、松井監督から皆さんへのメッセージもね、ございますので、そちらも合わせて、まあ、予告編前回見てる方は見てるかもしれないですけど、初めての方は分かんないかもしれないので、一応予告編も合わせて、ご覧いただきたいと思います。はい、はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。I come from a culture that most people don't understand. They think I was raised by awful or stupid people. I mean, I could hear, but I did not like talking at all. I've always wanted to be deaf.Dakotas, we're not deaf, but we're not hearing either. We're kind of a unique breed. No matter where we are in the world, our age, our gender, we still can relate. Everyday life is kind of lonely. I feel like I can't have that normal experience. I knew the concept of a coda, but I didn't know there was a name for it. We're kids of deaf adults, we're kids of deaf adults, we're kids of deaf adults.They are still looking at deaf people like there's some strange beings from another planet. No, please don't be sorry. Like, you don't understand how happy I am in this like position. And just...でも1年後には動き始めたんですよね。そうですね。ね、それはやっぱりそのやっぱこれを伝えなきゃいけないっていう使命感みたいなのから動かれたと。いや、僕はもう完全に諦めてましたから、うん、もう自分がやれることじゃないなと、いうふうに思っている、ましたね。だからまあ、資料にも書かれてましたけど、はい、その、まあ、結局現地行ってですね、そのまあ、彼女たちに、まず最初におっしゃったのが、もう要はディレクターではないと、いやディレクターはあなただっていうことを伝えられたっていうところから、はい、制作が進み始めたみたいなふうに資料でも書かれてあるんですけど、そうですね、はい、
はい、そのだから結局のところ、大体のそのドキュメンタリーの取材というのがその、まあ、できるかでもそういうところあるのかな、その作っている人の頭の中に物語があって、はい、あなたを通して、もっと広い、大きなテーマだったり、まあ、今回もあると僕が主人公のライラを通してコーダを描きますよというそういう構造になってるわけですね。つまりそのプロジェクトの中心とか頭脳っていうのはその作り手の方にあるという考えですよね、はい、これ自体が、間違ってるんじゃないかっていうんです、ね、これ自体をバラバラに解体しないと、まずその主人公が、まあ、僕は拒まれてるわけですから、はい、あ彼女の物語彼女の物語って僕は触れられるものではまずないんですね。その時にどんな方法があるかって言ったら細かい構成のこととか技術のこととか思い浮かべても何にも意味がない。そうですね、はい、じゃあ撮るのをやめればいいのかっていうふうに思ってたんですね、うん、はい、そんなにだって僕だって10代の女の子にそんな風にその彼女たちの人生の邪魔をしたくないわけです。それは当然ですね。ヒアリングはやっぱりこういうことするんだっていうふうに何かそういう嫌な印象をねさらに強めてしまうようなことを犯してしまってるわけだから、うん、はい、あそのことについてどうやったらそれを払拭できるかというかね、自分の立場というのを変えられるか、はい、自分の立ち位置自体を変えなきゃいけないですよね、うん、その時にもう結局ロケが再開した時に会いに行く時にもう何もわからないからもう本当に何も考えずに行ったんですね、はい、それでカメラマンにも心配されてお前あの今日どうすんだ、うん、今回どうすんだ、いや何も決めてないでもなんかため息をつかれるような感じだったんですけど、いやそれはため息つきますよね。井上さんだったら、はい、そのじゃあ映画撮るぞって言って、はい、じゃあ明日本番だって言って、はい、監督どうするんですかって言われて、はい、何も考えてないって言われて結構な騒ぎです、ね、いやいやいや結構なところじゃないですか。じゃあ何用意したらいいのみたいな話ですよね。ですよね。もうマイク何本なのか分かんねえのかよみたいな話ですからね。ですよね。なのでそういう状態でその家に着いちゃったんですね、はい、それで、始まって話し始めてみたらやっぱりちょっと警戒しした空気になってるわけですね、うん、それでどうか、それを話すっていうつまり僕はもう諦めてるっていうことを、まあ、さらに進めて、はい、いや自分はこうだなことを考えてるの分かりませんでしたと。そして、コーダのあなたがディレクターになって、このドキュメンタリー作ってみませんかって言ったんですね、はいはい、で結局その時に、ナイラすごくパッと明るい顔をして嬉しそうにしたんですけど、うん、それで何が起こったかっていうとそのプロジェクトの中心がずれたんですね、うん、つまり僕が何かその中心にいるんじゃなくてナイラが中心になってその僕らで一緒に、コーダについて考えようよとコーダって何なのか確かめてみよう見つけてみようでそうやって自分の中にあるものを外に出すのに映像というのは非常に向いてるんですね、うん、外在化をするということですね、はい、だから、僕はその映像のプロフェッショナルであるので、ナイラのアイデアを聞いてシーンのアイデアを聞いて、それを映像化しますよというふうに言ったんですね。それで、じゃあスケジュールはこうでって言って彼女がいろいろと次にあることをたくさん教えてくれましたので、はいはいはい、それに対して、じゃあこういうの撮れる、こういう映画撮れるかもしれない、こういう人とこういう人の会話が撮れるかもしれないって思い浮かべてることをバーッと絵コンテみたいなものですね、はいはい、こう話すわけですね、はい。そうすると向こうも、あ、そうなんだ、あ、そういうシーンができるんだ。つまり勝手に物語作られるんじゃないんだ。うん、一緒に今作ってるんだ。うん、でしかも自分にアイデアの大元があるわけじゃないですか。はい、そういうことがお互いの緊張とかお互いを解きほぐすのにすごく良かった。でそれってあのもう行くときに決めてたんじゃなくて話しながらそうなったって言うんですか。だからもうその俺はディレクター無理だなっていうのは分かってました。何かその特権的な位置にあること自体を全部捨てなきゃいけないというのを思ってたんで、うんうんうん、それはだから自分はディレクターができないということは言うつもりでした。うん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 、いやだからそのね言ったら向こうに預けちゃうっていう、そうですね、このやり方ってその僕まあ、これと
ちょっと僕はあんま自分には向いてないなと思ってるんですけど、まとめるのはね、映像としてまとめるのは全然できると思うんですけど、おっしゃったみたいに、そのやっぱり自分なりのラインを作っちゃうじゃないですか、うん、このラインでっていうラインを作っちゃって編集するのが、編集する側としては楽なので、うん、で最終的に何を伝えたいのって言った時に、そこに落ちるようにちゃんとその構成を作っていく方が楽は楽じゃないですか。そうですね。でもそうじゃないやり方をやった時にどれだけの苦労があるのかっていう話なんですよね、うんうんうん、だって素材がえらいことになるわけですから、うんうん、これを構成していくっていう作業がものすごい膨大な作業になるわけじゃないですか、はいはいね、だから今回なんかはその主軸になる人が何人もいら複数人いらっしゃって、はい、でその彼女たち の, その日常も切り取りながら最終的に一歩に仕立てていくっていうのは、もう僕は相当すごい作業だったんだろうなと思いながら見させてもらってたんですけど、相手の時間の中に入って、相手の世界の中に入って、何も持たないで入っていくので振り回されるということですね。まあそうですね、はい、この振り回されるというのが実はものすごく大切なことなんですね。そうですね、ええ、はい、そうなりますよね。これの逆を僕はずっとやってたんだなということに気づきました。ドキュメンタリー作品って、まあ、僕もめちゃくちゃたくさん見てるかといったらめちゃめちゃたくさん見てるわけでもないんですけど、はい、今回の作品を見た時に、ね、要所要所ですごい言葉を吐いてはるんですよ、うん、彼女たちがそれぞれの立場の中で、はい、自分は老になりたいっていうこともそうですけど、最初に僕言ったように割合あっさりしてるよねっていう作品としてはね、うん、あの見終わった後にめちゃくちゃ重たいもの持たされたっていうのがないんですよ。あ、はいはい、それはそうですね。これが僕この作品の最大の特徴でメリットなんじゃないかなと思うんです。だって時間も1時間半ないわけで、そうですね、ね、うん、76分でしたっけ、うんうん、ぐらいの作品なんで、すごいあの負担なく見れる上に、見終わった後に、あ、そういうことなんだっていうのを感じて持って帰れるっていう、それはすごく僕この作品のいいところだなと思ってですね、あ、ぜひそうなってほしいなと思って作った、ね、はい、だから多分何回も見れる作品なんですね。あ、1回で終わる、1回で終わってなんかもう重たいからもういいですっていうやついっぱいあるじゃないですか、うん、でもそうじゃないんですよね。あのなぜそこにはそこでしか、まあ、僕らにとってはそこでしか出会えないナイラやあの MJ みたいな、あのそのいわゆるコーダーの、人たちがそこにいて、で彼女たちが、あくまでもこれはもうすでに過去の話にはなってますけど、その時点で彼女たちが思ってることを言ってる、うんうんうん、だから本当にできればその、まあ、もちろんその、僕らみたいなその大人世代もそうなんですけど、あの若い人たちにこそ見てほしいし、うん、割合今の若い人たちはその多様性というものに対してあの、敏感だったりするところもあるので、うん、あの案外そのこの私だけ聞こえるっていうこの作品に関しては見た人たちがいろんな行動を起こしていくことにつながるかもしれないよと思いました。なぜ同世代のことなんで。ですね、はい、うん、まあ、ぜひそういう、人たちが見やすいところにあのリーチできればねっていうふうには僕も見て思いました。はい、ありがとうございます、はい、じゃあですね、もうあの多分あの確実に10分以上喋ってるのであのめちゃくちゃ編集せなあかんと思ってるんですけど、はい、あの最後にですね、一応あの監督からですね、はい、あのまあ、これ見てらっしゃる方にですね、はい、あのこの作品についてのメッセージをいただければと思うんですけど、はい、あ、はい、あのヒーローさんにも話していただいたように、その映画を完成させるのはその観客だと思ってるんですね。あ、はい、ですからこのコーダーという人たちの特別な属性の特別な悩みではなくて、2つの世界の間でこう居場所を失うというふうに言われてますけど、その様子が映像にはなっているんですが、それを見ながらですね、あの自分自身を映して、見てほしいな居場所がないというふうに社会の中でですね感じている方がたくさん今おられるんですね。そして自分自身をそうやって揺らしながら、彼女たち、コーダたちを見ていることによって、何か自己像というかをもう一度捉え直すような機会になったらなというふうに思ってますね。
実際そのミックスルーツの人とかですね、あるいは発達障害の子供がいるお母さんとかですね、そういったいろんな方々がこの絵を見た後にですね、もう自分のことだと思ったというふうにして、自分の話を僕にたくさんしてくれるわけですね。僕はもうなんか上映後にそれを聞くのが楽しみで、もうこのままそれがなんか飛び渡りになるんじゃないかというぐらい、観客の皆さんの自分史がたくさん引き出されてくるんですね。つまりドキュメンタリーってそういうふうにして一個の物語をみんなが見ているわけではなくて、それが鏡のようになって、自分とその出ている人たちと往復してるわけですね。行き来してるわけです。すごいスピードで行き来してるわけです。それによってその自分と相手じゃなくて自他っていうかね、その重なってる部分、共通する部分ってたくさん見つけてきて、それによって自己像が変わっていくという経験をするんじゃないでしょうかね。それが非常に絵が面白いところなんだなということが最近分かってきました。はい、はい、まあだからこそこれね、はい、ありがとうございます。まとめて、すいません、すいません、この作品はおっしゃるように自分とこう対話するかのように見ると、どんどんなんかいろんなことが思いついていくような作品になってるんじゃないかなと思うので、はい、そんな体験をね、映画館でたくさんの方にしていただいて、で、監督が舞台挨拶の時はぜひ監督を捕まえて、自分の物語をですね、監督に3時間ぐらいかけて語っていただければ面白いんじゃないかなと思うんですけど、ぜひお願いします。3分ぐらいにしてください。聞くのは大好きです。なるほど、そうですね。はい、わかりました。はい、ということで、今日はですね、ドキュメンタリー映画、私だけ聞こえるの、松井たる監督のインタビューでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。はい、ということで終わりました。はい、いや前後編、見ていただきましたけど、どうでした？はい、やっぱなんか、どっちかって思ってしまってたんですよね。その聞こえてる人、はい、聞こえない人みたいな感じで、どっちかっていう世界をずっと思ってたけど、やっぱその間にいる人っていうのが本当に、両方なんですよ、ね、両方の文化を持っているから、だからそこをまず考えないじゃないですか、みんなね。それを考えてそこにピックアップされてるこの作品ってすごいなって思って、すごく興味あります、ね、だから言われたのミックスルーツ、要はのね、その例えば外国人のお父さんと日本人のお母さんとかね、そういう、まあ、要はハーフの、お子さんとかも同じことなんですよ。だから、ですよね、2つの文化を持っているっていう意味で見た時に、なるほどみたいなね、いうのはありますよね。だからね、どうですか。まあ、その監督が最後おっしゃってた、自分の世界を、見失ってる人が多いからっていう、そういう人に見てほしい。なんかそこグッときましたね。なるほどね、はい、なるほどね、そういうところにこう当てはまってくるんだと思って、確かにそうですよね、何もないのに、まあ、そういう文化ではないけども、やっぱり今の日本人の方でも自分の居場所がわからない人っていうのがやっぱりいると思うんで、まあ、ちょっとね、世界は違うかもしれないですけど、なんかそういうヒントが見つかるんじゃないかなとか ね、なんかそういうとこ思いましたね。そうですね、まあ、だから本当この作品自体はある意味フラットなんですよ、いろんな人、全部で何人出てくるのか、5人ぐらい出てくるのかな、だから4人かな、アシュレイ入れて4人なのかな、だからその複数人の人のいろんな事情が見えてくるんですよ、で そこにさらにまだそのお母さんとかそのお父さんとか、いろんな人の証言がいっぱい出てきたりとかするんで、なんていうの、その立場によってやっぱり言ってることちゃうんですよ、ああそうでしょうね、そうなりますもんね、だからお母さんも娘のこと理解してないし、それはご本人も言ってる、私は分かってると思ってたけど、実は違うんだっていうことが分かったみたいなことを言ったってるとか、だからそういうことが見えてくると、なんかこれをこう自分に照らし合わせてみるとみたいなんて、割合見やすいのかもしれないなと思いますね、本当に、面白いですね、
だからね、なんかね、なんていうの、この問題はみたいにこう、うん、上からボーンって投げ捨てられて、うん、ドーンってこうお腹にこう落とされるみたいなやつってあるやん、うん、そういうの見終わった後なんか動きにくくなるよ、うん、でもこの作品はね、意外とね、うん、サクッとこう立てるっていうか、うん、あーそっかーって言って作り方がね、構成がやっぱり本当にその、うん、おっしゃってたように変わったっていうのが、ね、うん、そうですね、はい、ですよね。監督が作るとそうなるじゃないですか、やっぱり、うん、監督の世界で作るから重くなるし、そうでもその本人主体で発信するから当たり前ですもん ね、うん、それがね、それすごいなって思いますね、絵を描いてるだけですもん ね、だからまあ最近ほらあの劇映画とかでもね、あのこれが是枝監督でもそうなんですけど、あの台本はあんねんけど台本通りに作らないっていうか、うん、あの役者にその役どころをちゃんと捉えてもらった上で、あのじゃあこの時はどういうセリフを言いたいとかいうのです。万引き家族の時なんか、うん、あの台本通りじゃないんですよ。だから、うんうん、だからキキキリンさんとかほとんどなんかアドリブ喋ってる的なやつがあったりとか、まあ、だからあのだんだんね、 いろんな世界もそういうやり方をやっていってるというか、はいはいはい、うん、結構そういう感じで進んでるのも増えてきてるみたいですけどね、はい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 、まああのぜひあのこのドキュメンタリー映画、はい、私だけ聞こえる、ね、私だけ聞こえるってどういうことなのか、ね、聞こえない世界の人たちと聞こえるっていうことがどういう意味なのかっていうのを、うん、ぜひあの映画で確認してみていただければなと思います。はい、はい、ということで、このプレゼンありかなしか今日はもう丸です。はい、はい、ということで、これで終わりたいと思います。はい、では次、あゆみ。はーい、はい、はい、ではお店の情報です。はい、本日、はい、ね、チョイスの日ございますので、はい、ぜひぜひ来てください。はい、今日のチョイスはニューシネマパラダイスですね。はい、で明日もチョイスあります。はい、ニューヨークはバラ色に、はい、マテンドはバラ色 に、はい、ラ色に、はいはい、って書いてニューヨークはバラ色にですね。はい、はいはい、こちらね、今日も明日も19時からスタートになりますので、はい、ぜひぜひあの間違いないようにお越しください。18時30分オープンとなっておりますので、はいはい、料金が1500円でドリンクお貸し付きとなっておりますので、はい、はいはい、お貸しください。そして7月8日金曜シアターがございます。金融シアがございますので、はい、ぜひぜひお越しください。はい、今回の金シアは、はい、なんと劇団銀河の、はい、多分明日出てるやん出とるやん、タイトル間違えないでください。多分明日ですね、はいはいはい、を、上映いたしますので、はい、ぜひぜひお越しください。出てます。はい、私を見に来てください。はい、はい、あゆみファンの皆さん、はい、来たってください。来てください。はい、お待ちしてます。はい、はいはい、そして、90がまたチョイスございますので、はいはいはい、ぜひぜひね、内容に関しては、はい、この後、あと少しお話しさせていただきますので、はい、お楽しみください。はい、はい、以上です。以上です。はい、ありがとうございました。それではいきますよ、今日のグッジョイ。グッジョイは、はい、なんだったっけ、なんだったっけはい、トランスフォーマーです。はい、はい、トランスフォーマ ー、ね、これはね、9日にしようかなと思っておりますので、はい、ぜひぜひ、はい、はい、お楽しみください。トランスフォーマーと、スタンドバイミー。ああ、おお、もう決まってる、決まってるの、決まってる。決まってはないです。あの、どこにするかはまだ決めてます、ね。ああ、どこにするかが決まってる。はいはいはい、はい、はい、いろいろ候補作は、はい、候補作はございますが、はい、はい、スタンドバイミー、はい、を、はい、ちょっとピックアップ。これあのスタンドバイミーは、うん、ドラえもんの方じゃないのね。あ、じゃないの。昔のスタンドバイミー。いや、もう今スタンドバイミー言ったらドラえもんもある。ああ、そうですね。うん、はい。スタンドバイミーが1958年のオレゴンの小さな町、はいはいはい、文学少年のゴーディーをはじめとする12歳の仲良し4人組は、行方不明になった少年が列車に轢かれ野ざらしになっているという情報を手にする。死体を発見すれば一躍ヒーローになれる。4人は不安と興奮の胸に未知への旅に出る。たった2日間のこの冒険が少年たちの心に忘れぬ思い出を残したっていうストーリーとなっております、うん、ね、これあれなんですよね、あの、うん、確かのスティーブン・キングの原作ではタイトル死体なんですよね、確かに、うん、タイトル死体、死体、死体なんです。
それじゃ売れんいやだからザ・ボディっていうね、死体っていう、だからほら死体があるっていうの噂を聞いて、みんなでみんなでこう探しに、すごい話ですね、はい、そう聞いたらすごいんやけどねそう、なんか、なんか死体って聞いたら、あのなんかタン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 っていうこのなんかさ音源と全く結びつけへんやんか、なんか冒険行くぞみたいな感じやけど死体見つけに行くぞみたいなはい、はい、ですね、あともう一つのトランスフォーマーですね、はい、こちらは、SF 映画ですね、はい、2007年の作品、うん、あそうなんや、ね、2007年か2007年でマイケル・ベイ監督、はい、マイケル・ベイ、はい、中東のカタール、米軍基地の謎の巨大ロボットが出撃、はいはい、ロボットは、軍人ヘルに姿を変え、まるで意思があるかのように攻撃を仕掛けてきた、かつてない緊急事態に敵の情報収集を急ぐアメリカ政府、その頃アメリカの冴えない高校生サムは中古のカマロを手に入れる、しかしそのカマロは宇宙の彼方からやってきたロボット生命体トランスフォーマーの一員で、宇宙征服を企む悪のトランスフォーマーメガトロンを追って地球を訪れたことを知り、てんてんてんみたいな感じのストーリーですね、はい、すごいですよ、戦いますよ、戦うんですね、戦いますよ、はい、めちゃめちゃ戦いますよ、悪と戦います、変形して戦う、そうそう、ルーンって変形すごいんですよ、変形、そうなんか特撮のロボットみたいな、うん、あんな感じに変形する、いや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 、あのね、だからね、特撮ロボットどころの話じゃないんですよ、で、すごいのがね、これね、マジですごいんだけど、ほんまにあれちゃんとフルチェンジできるやつを自分自作してる人がいるんですよ、その通りに、うん、カタカタタって、だからすごいよ、あのだからなんていうの、そのほんまにただのスポーツカーが、はい、あの立ち上がってそのロボットの形になんねんけど、もうフォルムが本当にそのまんまのフォルム、あの映画に出てくるやつそのまんまのフォルム、でそれを自作するために何するか言ったら、そのパーツを一個一個作るのよ、だってパーツの数半端じゃない数やから、ですよね、そうですよね、うん、でだからこの手首を出してくるために、うん、この収納してるやつをまず開けて、うん、でこいつ開けて戻してみたいなのがもうものすごい数の工程こなせんから、形ならへんから、うん、でそれをトランスフォーマーでは、あの要は CG で一瞬でグリーンって手で変わってまうみたいな、そうなんです、ね、そう昔ね、僕らの小学校の時代の時って超合金生えてた、超合金、あのそう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 、で、宝トミーから出てるんですね、5つぐらい合体するやつとかあります、ね、ありました、ありました、あ、はい、5つを組み合わせてロボットに1個になる、ね、足と、ね、足と、そう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 、体と、頭と、ね、そうそうそう、ありましたけど、ありました、はい、だそれのなんかすごいバージョンまあだからね、あのほら、なんかいつの間にかアメリカのアニメになってるあのトランスフォーマーが、はい、あのコンボイ司令官となんかみんなでどうのこうのみたいなのはアニメで夕方やってたりとかしましたよね、あれがまさか実写で来ると思わなかったんだよ ね、すごいですね、もうあれにこう、あれでしかもおもちゃもあったんで、その時すでに、でもあの今のトランスフォーマーほどの完成度があれではないんやけど、うん、いや、まあ、車がね、そのカマロのその、うん、乗ってる高校生、まあ、あのだんだんとこう心を解けていくというか、そうそうそうなんか宇宙からやってきたんですね、宇宙からですよなんでか知らんけど、あのなんかそういうあの、うん、コンボイっていうかそのねあれになってたり、うん、そのなんか知らんけどその街にあるやつになってる、うん、そうですね、何体かいるんだ、ね、何体もいる、でそれのスピンオフがバンブルビーってあの黄色いやつ、トランスフォーマーバンブルビー、あのトランスフォーマーのそのロボット生命体の中でまあまあ人気があったから、そのままあの主人公になっちゃって、スピンオフで出たりとかしてますけどね、はいはい、はい、まあその元になったやつですね、はい、はいはい、このトランスフォーマーとスタンドバイミーは7月9日10日のチョイスで、はい、チョイスの日ですね、はい、で お楽しみいただけますのでぜひぜひお越しくださいませ、はい、はい、はい、ということでやろうグッチョイスでした
はい、ということでエンディングでございます。今日みんななんかやってるな、なんかやらかしてんな、なんかやらかしてんな、はいはい、ということで、まあね、折り返しですよ、1年折り返しですよ、ついに折り返しましたよ、はい、なんかね、なんかもう2ヶ月経ったんとか、もう4ヶ月も経ったんとか言ってたけど、それどころじゃないよね、もう半分終わりましたよ、半分ありました、今日の12時で半分ですわ、はい、はい、まあね、映画も、ありますし、はい、はい、頑張ってね、はい、いろいろとやっていきますので、あとは半分もまた、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。はい、さよなら。